はい、皆さんこんにちは、マネルギルイジです。では今回は対抗力士伝5、明智光秀でプレイ続けていきましょう。前回ですね、南近江の国をですね平らげることに成功しました。これで一旦信玄からの主命を達成したことになりますので、信玄のもとに行ってですね新しい主命をもらいたいと思います。その道すがら診療所を開設しているので、薬草もね採集しながら行きましょう。では行きます。そうだな、まずは山あいまで進んじゃいましょうか。とにかくね薬草を採取しながら進んでいきましょう。まあ本当にあるのかっていうのはあるんですけどね、薬草がどこに生えているのか全くわからないんで、このまま道すがらを進んでますけど、ただ山あいなんでねありそうですけどね。薬草があれば自分で調合する。何？オブトラマサが死んだか。これで家臣団のね優秀な一人がいなくなってしまいましたけど、まあ、光秀はもう半ば独立状態なのでね、このまま軍団長を目指しましょう。では信玄に謁見します。主命の申し出。まあ地方攻略、国攻略、勢力攻略ってありますけども、まあ、国攻略ですね。でどこの国かというと、南近江を平らげたので、次はですね伊勢志摩、この辺りが欲しいかな。あとは越前。ダメか。理由は？とにかく主命をもらわないことには話にならないからな。であれば本願寺でも潰しますか。何？今の任務に精を出すがよいって、そのさ、今の任務がないから信玄のところに来たんだけどな。このままだとどうなんだろうね。目的としている軍団長への道が遠のいてしまうので、北畠攻略であれば OK 出たので、じゃあ北畠攻略向かいましょう。では出ます。薬草が案外どこにもないな。きっと攻略サイトとか見たらねすぐにでも出てきそうですけど、まあ一旦今回はじゃあ薬草採集を諦めて、このまま北畠討伐の軍を起こしましょうか。いや小一郎7000稼いでくれるってマジででかいよな。では主命を申し付けます。まあやっぱり小一郎には再び金をね、軍資金を調達してきてもらいましょう。これで1820か。兵士数は3万いるので、じゃあこれで一旦北畠討伐の軍を起こしましょう。では早速北畠討伐戦、安能津城に出陣します。光秀以下1万6000の軍勢で攻め込みましょう。で一応ですね、まあ、年には年をということで、ここは援軍を要請しておきます。つつじが先館よし、信玄も出てくれるね。これであの通常攻略が叶いそうですね。何？海賊か。大丈夫だね。もう光秀は剣豪中の剣豪、軍神の中の軍神。ではあの頭上行きます。大港が近いね。初期の頃はよくね大港にはお世話になりましたね、金集めのために。では第三勢力の援軍は必要ないと思いますので、このまま城を落としましょう。少しずつコロナもね収まってきてますよね。
なんで、このままコロナが収まってくれれば、あるいは、夏は無理でも秋ぐらいには、タイ、バンコクに遊びに行けるかなーなんて気してるんですけどね。ゴーゴーバーもね、もうどうだろう。この10年間で多分、こんなに行ってないのは、初めてじゃないかな。まあ、少なくても、2、3ヶ月に1回は行ってましたからね。それが、今年は1月に行った1回こっきりなんで、もうこのままね、夏が過ぎ、秋を迎えて、ようやく、じゃあ旅行できるようになりましたってなった時ではもう半年以上経ってる状態になりますからね。そう考えると本当にすごい久しぶりに行くことになりそう。あとはゴーゴーバーとかっていう体型が維持されるのかですよね。もうゴーゴーバーとかマッサージ屋さんとか濃厚接触の中の濃厚接触になるんで、タイの政府はね、そういうのを許すのかっていうのもちょっと疑問ですよね。なんで、まあちょっと心配は尽きないですけど、できればね、やっぱり行きたいなって感じはするんですけど。で、まあ当然といえば当然ですけど、結局、航空券が、買えるかどうかっていうのもありますしね。どうやら3割ぐらいのその搭乗率でまずはスタートするっていう風になっている会社もあるようなんで、そうなるとね、航空券が高騰するんじゃないかっていう気もするし、高騰した航空券を買えるのかっていう話も出てくるしね。いやー、コロナは本当に人を惑わしますね。とはいえですね、まあある意味ではお金が結構貯まる。なぜなら、全然遊びに行かないんで、その分お金がどんどんこう貯まりますね。そうか、水上にいると、今の感じだと、風林火山が使えないんだ。これは初めて知ったな。もうこのまま、囲んで潰していきましょう。そういうことであれば。バンコクに行けないのであればってなるとね、他じゃあどんな遊びがあるってなっても、ディズニーとかよく行ってたんですけど、ディズニーもね、もう今やってないですからね。そうすると本当にお金が貯まりますね。奥さんがね、パンとか今作ってますね、パン。ではこのまま一気に、城の攻略進めていきます。風林火山を撃っておきます。これで、頭城攻略完了しましたね。残ってる戦力を考えて、連戦できるかどうかっていうのを確認しましょう。で、連戦できるようであれば、一気に北畑をね、滅ぼすという選択肢も出てくると思うので、お、敵将一人捕らえた。長野。まあ、一応、勧誘だけしますか。よし。どん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 増えてくるね。兵が1万か。合戦目標を考えた場合、北畑の大川地上、兵力不明だけど落とせそうな気はしないな。鳥羽城も同じだね。一度帰りましょう。いや、鳥羽城だったら落とせそうだな。ではこれは一度援軍の要請をして、そのまま鳥羽城落とします。これで城を2つ落とせることになりますからね。謝礼が払えない。金がないのか。謝礼なしでお願いしよう。さすがだな吉本、金をなくして援軍に来てくれる。ありがたい。ではこのまま鳥羽城攻略していきます。はい、鳥羽城の攻略完了です。サクッときましたね。で、大川地上に関しては一度軍を戻して兵力を回復してから
出直しましょう。まあわずか半年足らずでね、2つの城を落としたので十分だと思います。で一度体力の回復を行って表情に出ましょう。まあ、軍資金の調達もしなきゃいけないし、お金もちょっとないし、兵力も今使ってしまったというのもあるので、ここはねまずはお金と兵と集めていきます。でそのための表情なんですが、金がいくらあるかだな。8000か、ちょっと少ないな。小一郎を一度軍資金調達に出すでしょ。あと半兵衛も軍資金の調達に出しましょう。これで残りの人たちは一旦休憩してもらって、金が入ってきたらその後再び兵を集めていきます。では主命伝達してあるので、その間京の町にでも行きますか。京の町では、まあ、まずは石卓によって医術指示を受けます。きたー、風邪薬調合。調合の中級知識の心得、風邪薬が調合できるようになります。まあ診療所開いてますからね。で今ちらりと見えて気になるのが二条城、なんか戦ってるね。お、武田と北条が戦ってるのか。違う違う、三好に対して武田と北条の連合軍が戦ってるってことだな。二条城取ったら大きいよね。だってでは久しぶりに来たので御所公家宅覗いておきましょう。むちゃくちゃ久しぶりだな。まあいつも茶を施し、その上で直命講話、いやこれはないな。菊亭春末さんの意向をもってすれば直命で講話することも可能だということだと思うんですけどね。ではこれで一旦戻りましょう。で戻った頃には徴兵も終わってるんじゃないかなと思いますので、その上で出陣していきます。軍資金調達徴兵504人かちょっと少なすぎるな。もう一回表情して徴兵しますか。まあ、徴兵するんであれば、まあ、道三和松、この辺りの武力人材を使わない手はないので徴兵をしてもらいます。で半兵衛も一旦徴兵に回ってもらう。お金とねそのバランス重要ですからね、兵数ので。小一郎は軍資金調達で、吉成もここは徴兵に回ってもらおう。これでじゃあもう一度京の町に行きますか。で京の町で再び医術の心得を学びましょう。診療所の運営をさらに進めていく。二条城の攻略、今信玄が行ったようですね。そうか、信玄が上洛を渡したんだな。正常作戦知らないうちに進めてたんですね。で今後は二条城に拠点を移すということだね。そうなると確かにここで光秀が言ってるように、存在ますます重要になってくるね。京に近い大垣城に今いますからね、光秀が。信玄は念願であった上洛を果たした。朝廷も武田の勢い盛んなるを歓迎。信玄が天下人となるのは時間の問題となったのである。左大臣信玄。いやなんかこれもうこうなってくると謀反フラグが立ってきたような気がするんですけど、今のところ謀反をする予定はないです、今のところ。では今日の町に移動して一度医術の心得、これをねもう一度学んで、その間に徴兵を行って合戦の準備を行います。もう一回いけるかな。60日かかればさすがに徴兵も終わってるでしょう。これで戻ります。戻って寝て出陣で伊勢島を平らげましょう。1年かけて攻略したって形になりますね、そうなってくると。では自宅に戻り、
徴兵完了してるね。で一度寝ましょう。で寝たら小一郎にはまた金を集めてもらって、残りの戦闘向きの武将たちで出陣をしていきます。では大河内城出陣していきます。16,000の兵で出陣ですね。もうお金にもうちょっと余裕が出てくれば軍装、まあ、つまり装備ですね、これも整えていきたいけどね。では二条城におわす信玄に援軍の要請。よし出てくれるな。まあ、二条城からだとだいぶ近くなりましたよね。以前はだいぶ遠回りというか、まあそもそも遠かったので、それが二条城から出陣となると、こちらよりもむしろ早く到着しててもおかしくないぐらいの近さになってますからね。では戦闘を行っていきます。はい、これで大河内城の攻略が完了です。でもうすぐ年が明けるので、そしたらまた信玄のところに行ってですね、新しい主命をもらいに行きましょう。一旦このまま進めていっちゃいます。いや順調に家臣団が増えてるな。はい、これでだいぶ家臣団が強化されましたね。では戻りましょう。大殿からの言葉、北畑の攻略見事、まずは領地の発展に励め。まあそういうことですね。2000もポイント上がったか。これはいよいよ軍団長になれる日がだいぶ近づいてきましたね。はい、というわけでね、ちょっと今回短めですが、キリがいいのでここまでにさせていただいてですね、まあ、信玄も無事上洛して、今や天下人に最も近い存在になってますから、このまままずは光秀が軍団長になってですね、領地は切り取り次第という状況に持ち込んだら、一気に領土をね拡大していきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。